という秘境駅に向かっております。現在草津にいるんですけれども、草津から約2時間、1時間半から2時間離れてる場所なんですが、ドラクエウォークのお土産スポットになってる場所なんですよね。っていうのと、日本一のモグラ駅だっけな、ホームがものすごい地下にあるですよね。なのでせっかく群馬県草津に来たので、行っちゃおうかなっていう感じで行っちゃいます。でい、そういえばご飯食べてなかったのでご飯を食べます。でたまたまドライブ中に見つけたこちらのお蕎麦屋さんですね。評価結構いいみたいなので。いいですよね、ドライブ中に見つけたお店に入るこの行動、最高。ごちそうさまでした。なんかこう道の途中にあるお蕎麦屋さんでこれガッツこうかなっていうイメージで入ったんですけど、まさかのああいう雰囲気でしたね。びっくりしちゃった。若干緊張感がありつつ食べましたけど美味しかったです。なんかね、まだ物足りない、お腹が空いてる。あれからいろいろ寄り道しまして、もう午後1時半ぐらいになりましたね。で、今走ってる道がどんどん東京から遠ざかっております。あと1時間ぐらいなのかな。ひたすらドライブですね。ただ見てください、本当景色がいいからね、ドライブ自体も楽しいんですよ。紅葉もねありますしね。やばいよ、本当いい道。さっきから集落も通りまくって、車もね今通りましたけど、本当に車も全然走ってなくてずっと興奮してますよ。あー綺麗、道が綺麗、楽しい、楽しいよ。メロディーラインがね来るそうです。景色すごい。あ、始まります、始まります。周りなんもない。そしてこのドアイハウスという廃墟、もっと俺車止まってるかなって思ったんですよね。やばい、いやー、ちょっとじゃあ行ってみますか。楽しみですよこれは。中入りました。すごい静か。あれ、よくわかんないなこの駅。ノートが置いてありますね。やっぱりドラクエウォークで来てる方いらっしゃいますね。はい、ではこちら改札ですね。改札を出てから、ホームまでノーカットで行きます。ただ早送りはするつもりです。カメラ多いんで、カメラはすいません。
はい、というわけで着きました。先ほどのスマホ撮影した動画が約10分ありましたね。途中ね、画面見てなかったんで気づかなかったんですけど、指が入っちゃってたかもしれないですね。申し訳ないです。一番下まで来ました。これがホームですね。はい、こんな感じ。すごいな、怖い。なんか本当にここに電車来るんだもんね。待ち合いですね。あーれまあ、これはあ、トイレだ。あートイレですね。これ男女一緒かな。では上に戻ります。一番下のホームにトイレあったんですけど、ペーパーがないというね。あれ危ないですよ、緊急事態の人は。よっしゃ、こっか、登ります。もうさすがに取らないけどね、登りは。462段頑張りまーす。あ、もう疲れた。君とのラブストーリー、それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは。ベンチがあったので休憩してます。まだ半分も来てないかな。着きました。行きは10分ぐらいだったけど、帰りは休み休み行ったから20分ぐらいかかったかな。やばい。ちなみに上りホームは、あ、すぐだ。こっちは良かった、すぐだね。こんな感じですね。こんな感じです。いいかな。それよりあそこにある私は建物が非常に気になりますね。やってるのかな、廃墟かな。はい、戻ってまいりました。私結構秘境駅と呼ばれる駅が好きでして、ドワイ駅も実はこれで2回目なんですよね。久しぶりに、もしかしたら10年以上ぶりぐらいに来たんですけど、やはりインパクトはすごかったですね。来てよかった、まあ、ドラクエウォークのお土産も手に入ったし、またこういう秘境駅に行く機会なんかがあったらまた動画にしたいと思いますので、よかったら見ていただけたら嬉しいです。では今回の旅はこの辺で終わりたいと思います。帰ります。また次回の旅で、バイバーイ。いやー、今水上温泉に来てるんですけど、廃墟だらけ。あ、でもないのか。あー、やばい、興奮したー。